ムンバイ東方のデカン高原プネー付近のデカントラップの景観デカントラップはインドのデカン高原に分布する地球上で最もな広大な火星活動の痕跡である。2000メートル以上の厚さを有する洪水原部岸の何枚もの層からなり面積は50万平方キロメートル。トラップとは階段を意味するスウェーデン語でこの地域の景観が階段上の丘を示すことに 由来する。中世代白亜紀末から新世代第三期発の6800万年前から6000万年前の間に何回かの噴火によって形成された。新食と大陸移動により減少する前の面積は150万平方キロメートルに及んだと推定される。この噴火の際に放出された大量の火山ガスと粉塵は当時の地球において 大規模な環境破壊をもたらしたと推測され、恐竜を滅ぼした KT 協会の大量絶滅の原因ともされる一方、50万年間に8度の地球温暖化をもたらしたとする研究もある。アフリカプレートとインドプレートの分離を生じた海洋低拡大に伴い、インド洋レユニオン島のあたりでマントルプルームが ホットスポットとして活動し、合計3万年にわたる玄武岩噴出を引き起こしたと推定される。インドア大陸は、その後北上し、ユーラシア大陸に衝突した。また、インド西海岸に隕石衝突による芝クレーターが存在し、その形成年代は、KT 協会に一致し、これがデカントラップの発生を促進したのではないかとする。 仮説も提唱されている。ありがとうございます。